海洋丸は独立行政法人会議教育機構が運行する公開練習船。日本岸と並ぶ日本を代表する大型帆船である。本港では1989年に竣工した二代目を取り扱う。外見は日本岸と似ているが発電機や手機、救命艇、プロペラ、種別など異なる部分が多い。海洋丸通を春見布団にて、 ライトアップ初代海王丸の後継として、1989年に全通線道甲板線として就航したのが海王丸通夜である。先代の海王丸に比べて大型化がなされ、また日本丸通夜で培われた建造技術をさらに進歩させ、搬送時には抵抗となるプロペラの向かい角を水流に平行とすることにより抵抗を減少させる。 フェザリング機能を有する可変ピッチプロペラの採用などにより日本丸通用しのぐ搬送性能を得た。その年で最速の小船に贈られるボストンティーポットトロフィーを1990年、1991年、1994年、1995年と4回受賞している。中でも1九十五年には二十四時間で百九十四マイルを 搬送する記録を打ち立てている。海王丸通夜は国有ではなく民間の寄付により建造された。公益財団法人会議教育財団が所有しており、独立行政法人会議教育機構に要戦契約される形で運行されている。会議教育財団が一般社会人向けの体験公開、遠洋公開コースを実施しているが、会事教育機関の練習船であるため、 実習生の参加人数により一般募集枠が少なくなる場合もある。補足として、日本丸通夜との外見の違いは、選手像、船体のライン数、救命艇の形状、後部風土の形状である。2004年10月20日22時47分、海洋丸通夜は、台風23号を避けようと不識と山港沖で、病白していたが、暴風により備病し、 不思議と山港と山地区の防波堤に座礁した。10月21日8時45分に救助が開始。15時20分に167名全員が救助された。うち30名が負傷した。地元の船がこのような避難行動を行わず、海上保安庁からも不思議地区は台風回避に適当ではないと勧告されており、この時の船長は後日判断ミスを認めた。 11月24日になり、35日間、座礁したままになっていた海洋丸通夜は、クレーン船2隻で釣り上げられて離礁し、仮修理のため近くの新日本海中、工業造船所へ栄光された。船底だけで130カ所も損傷があったため、長引いたが、2005年4月5日に仮修理が完了し、本格的修理のため IHI 横浜工場へ栄光された。 左元側を中心に約4割の鉱材が取り替えられるなどされ、2006年1月5日、修理が完了した。両地区の間にある新港地区の海洋丸パークには、戦術の通り公開練習船を退いた海洋丸が係留されており、海洋丸通用の気候によって両船が初めて揃う予定であったが、これが実現したのは、 座礁事故から約1年9ヶ月を経た2006年7月15日のことであった。4章バーク型帆船でメインマスト港は43.5メートル、総歩数36枚である。海洋丸座礁事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。